はい、次はうつであったりとか集中力が不足してしまったりとかイライラしやすかったり、あとは疲労感、なかなか取れない疲労感っていうところでお悩みの方について、それを解決していこうと思います。やっていく方法としては、まずですね、糖質を少なくする、糖質を少なくするっていうことがとっても大事になっていきます。これが多すぎる方は、自律神経っていうところのコントロールであったりとか、血糖値って言われる部分のコントロールができなくなってしまって、そのせいでうつであったりとか集中力不足、疲労感っていうところを感じてしまいやすかったり、うまくエネルギーが作られないせいで、こういった症状が引き起こされてしまってますので、まずは糖質を少なくしてみましょうっていうところを、お届けしていこうと思います。糖質が多くなってくると、まずはですね、エネルギーの問題です。エネルギーの作られ方は、およそですね30代から40代ぐらいで、シフトチェンジしていきます。20代後半から30代、そして40代ぐらいで完全に入れ替わっていきます。昔はエネルギーの作られ方として、この糖質がメインでした。糖質がメインだったので、子供の時はお腹いっぱいですね、白米何杯もおかわりしても大丈夫です。大丈夫。野球選手とか、高校野球の子とかで、とりあえずご飯を何杯も食うとか、そんなのやってる子もいますけれども、あれは子供の時であればうまくエネルギーが作られていって体が成長していきますので、それで OK です。ただ、それを、卒業してから20代後半、30代、40代で、それをそのままやってしまうと、エネルギーの作られ方が今度は糖質ではなくて食物繊維であったり酸素、そういったところから作られてくるミトコンドリア系っていう部分に変わっていきます。糖を使う解糖系って言われるところからミトコンドリア系っていうところにシフトチェンジしていくわけです。こっちで、エネルギーを作られるようにしていきたい体なのに、あなたが糖質を摂りすぎてしまっていると、このミトコンドリアがうまく働かなくなってしまって、集中力が、なかなか持たない、エネルギー不足なので集中力が持たなかったりだとか、疲労感に苛まれるっていうことにつながっていってしまいますので、まずこの糖質っていうところをできるだけ減らしていく、少なくしていくっていうことがとっても重要になっていきます。簡単なのとしては、まずはご飯茶碗を小さくすることですね。ご飯茶碗を小さくすること、お皿を小さくする。あとできることとしては、玄米であったりとか大麦って言われるものですね。玄米苦手な方は大麦とかを取ってみてください。そういったもので置き換えていくこと、白いものを取らないっていうことですね。分かりにくいので白いものを取らないっていう形で考えていってください。例えば白砂糖、例えば白米、例えば、小麦粉とかですね。全部白くて綺麗になってますよね。あれは精製されてもう糖質しか残ってない砂糖の塊のようなものですから、ああいったものを取りすぎてしまうと糖質が増えすぎてしまいますので、そこをちょっと注意してできるだけ少なくしていくってことをまず考えていっていただければと思います。あとは加工食品っていうものも減らしていっていただくと、一番です。こういったものも糖質ってものすごく入っていたりしますので、加工食品っていうとソーセージ、ウインナー、ハム、あとはジュース類だとかもそうですし、出来合いの、冷凍食品であったりとか、レトルトカレーだとか、そういったものも全部関わってきます。そういった加工の手間がかかってくるようなものは、糖質も高いですし、あとはいろんな不純物、悪い有害物質とかも含まれてますので、こういったものをできるだけ減らしていくっていうことがとっても重要になっていきます。これをやるだけですごくですね、集中力が持つようになったりとか、疲労感っていうものがあんまり感じずに、パッと目覚めでパッと動けて、そして、仕事をするときはダッと仕事をする。そして、あまりブルーにならずにですね、いい状態で血糖値であったりとか、こういう血糖値とか、あと何でしょうね、エネルギー不足っていうところを補えていきますので、まずは糖質をできるだけ減らしてみましょうっていうところが重要になっていきますので、まずはそれを実践してみてください。はい、以上です。はい、前回、うつの話をしていきましたが、ちょっとプラスで、補足で生体によってもうつが良くなっていく。そんなお話をですね、つい最近、この前なんですけども、勉強してきましたので、それをちょっとここでシェアしていこうと思います。うつはですね、生体だったりとか体の反応によって、かなり改善していくっていうところです。うつだったりとか、精神的に状態が悪い方、ストレスをすごく抱えてたりとか、メンタルがやられている方は、この右の背中の肩甲骨のちょっと下あたり、その辺がちょっともっこりしてる方が多いかもしれません。もっこりしてたり、なんか触ってみるとゴリゴリしてる感じがしたり、そんな方は、ストレスがすごく体に出てて、それのせいで筋肉が硬くなってしまっているっていう状態なので、そんな方はですね、これからお伝えする生体法、まずはちょっと実践してみてください。もし、お家にですね、パートナーの方であったりとか、あとご家族の方、そういった方がおられたら、その方にやってもらえれば、できますので、自分ではできないですから、ちょっとこれは誰か頼んでですね、やってもらえる方がいたら一番かなと思います。もし難しければ、うちにご相談いただければ私がしますので、やり方としてはまず、上向きになってもらって、おへその横から、横に押していくと。これ実際にやりますので、説明してもわかんないですから、実際にやってみましょう。で、うつ伏せになって背中の腰のところをグリグリしていく。そして、また上向きに戻って、脇腹のところへん、その辺をちょっと刺激してあげるっていうような形でやっていきますので、ちょっと実践編をいきますから見ていてください。はい、うつ消し生体法ですね。まずやっていきます。ワンポイント目。1個目のポイントはおへそです。おへそを触ってみてください。はい、ありがとうございます。ここですね。おへその左側に、こう、スライドしていく感じで、ゆっくり優しく押していきます。そんなにパワーはいらないです。むにょーんと入れて、ちょっと嫌な感じがあるかもしれませんが、これで押す。今、片手でカメラを持ってるので、左手だけ使ってますけど、両方の手でやってあげると一番いいと思います。この中指、人差し指ぐらいで、ぎゅーっとおへそのところから横にスライドしていって、まずお腹のところの緊張を取っていくという形ですね。こういった感情であったりとか精神的なものっていうのはお腹周りに出てくることがすごく多いです。だいたい2周ぐらいしていったら、今度うつ伏せになってもらいます。うつ伏せでいきましょう。うつ伏せになってもらい、ここの、背骨が上からこうやって順番にあります。背骨が終わるのがだいたいこの辺。そこから骨盤の部分になってくるので、背骨が終わるすぐ横。見つけ方としては、ここに出っ張ってる骨があります。ここの横の部分ですね。ここの骨の横。これをずーっと辿っていくと、最後に終わる部分になりますので、骨がそこのすぐ横です。ここをぐりぐり押してあげる。これ結構痛いです。ここをぐり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 、指でもいいですし、こうして肘でもいいです。高齢の方は気をつけてください。圧迫骨折とかってリスクがあるので、骨粗しょう症って言われてる方はくれぐれも注意をして、ここの右側の骨のすぐ横、そして骨の上でもいいです。仙骨って言われるところ、そう、今ちょっとうーって聞こえましたけど、ちょっと痛いですこれ。やめてって言われますけど、やってあげてください。これグリ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 、ここの部分をほぐしてあげる。 OK でもう一回上向きに戻ってもらって、はい、だいぶヘロヘロになってます。で今度はまた上向きに戻ってもらってから、ここの骨の出っ張りを見つけて、骨の出っ張りのすぐ上をこういう方向です。こういう方向に向けて押してあげる。これは親指とかでいいです。これもちょっと痛いはず。場所としてはこの辺、骨の出っ張りのちょっと上、この辺をぎゅーっと斜め、こっちの方向ですね、僕の人差し指中指の方向にぐーっと押してあげる感じ。これもちょっと痛いです。はい、ぎゅーっと押す。まあ、10秒ぐらいを3回ぐらいやってあげるといいと思います。はい、最後ここに骨があるので、ここの骨をこうえぐるように、こうえぐるように、これも両手でやってあげてください。こう片手だけでやると疲れちゃうので、こうえぐるように、うにょっとうにょっといくように、えぐるように、こんな感じです。これでまず4つのポイントです。おさらいしますね。おへそを探して横にスライド、うつ伏せになってもらって、はい、すぐうつ伏せになってもらって、骨とここの仙骨って言われる骨盤の骨のすぐ横、はい、痛いです。でごめんなさい、もう一回戻って、ありがとう。で骨のちょっと上、これを斜めに押す。最後にここの骨のところをすくい上げるようにグリ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 ちょっと入れてうにょってあげる感じです。この4つです。これをまずちょっと頑張ってやっていただいて、もしお近く身の回りの方にうつであったりとか精神的にしんどいストレスを抱えているって方がいるのであれば、こんな形で、お体のケアっていうところをやっていただくと、整体っていう形でもうつであったりそういった症状って良くなっていきますので、もしおられる方はぜひこれを試してみていただければと思います。わからないことあればまたご質問ください。お願いします。以上です。はい、ごめんなさい、大事な注意点を忘れてました。さっきのやつをやると解毒、体の中で解毒っていう感じになるので、いろんな症状が起きてきます。まあ、婦人科系の疾患であったりだとか、食べ過ぎてなかなか中毒、アルコール中毒もそうですし、お砂糖の中毒とかそういったところも関わってきます。そういったところの食べ過ぎだとか中毒がある方はさっきのやつをやったり、あとストレスですね、さっきのやつをやると1回でですね、好転反応って言われる症状が起こってきます。好転反応って言われるものですね。好転反応って何かというと、今までの症状がこうだとしたら、それが1回ですね跳ね上がって症状が強くなります。強くなるとすると、挙げられるのとすれば頭痛であったりとか、1回生理がすごくひどくなってしまったり、あとはですね体に重だるさをすごく感じたりとか、下痢とかが起きて、体の中の悪いものとかを外に出そうとする働きが起こってきます。この症状の期間、これが1回起きて、これからぐんと良くなってこの状態に戻ってくれますので、この好転反応が起きる可能性がありますよっていうところを押さえておいてください。逆に言うと下痢とか頭痛、そういったものが起きてくるのであれば、あなたの整体やってあげた整体っていうのがすごく効果的だったっていう、面もありますので、そこはご安心いただければというふうに思います。はい、補足説明でした。以上です。